皆さんお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。並びに先日の能登半島の地震で被災された方々にはくれぐれもお見舞い申し上げます。今回発表させていただくのが我々ビジョナルグループとしてプロソフトテニス選手の船水雄太選手の新たな挑戦をサポートするという内容になってございます。皆さんこんにちは。お忙しい中、ありがとうございます。本当、簡単にですけどピックルボールの、自分の自己紹介をさせていただきます。そうですね、ピックルボール、はい、すみません、自分の自己紹介からになりますけど、16歳まで、日本に育ちまして、ずっとテニスをやっていたんですけど、大学卒業して、ピックルボールというスポーツに出会う機会がありまして、2013年から10年ほど、やらせていただいてます。2014年から2017年にかけて、全米大会合計9回、優勝、できました。2015年の、一応ランキング1位ということで、自分の自己紹介というより、船水選手の、応援コーチのサポートを、こういう実績があるんでサポートをさせていただきたいと思ってます。そうですね、軽くピックルボールの、競技の説明をさせていただきますけど、今これが、アメリカにあるプライベートコートですね。書いてありますけど、テニスと卓球とバドミントンの3つのスポーツを、組み合わせたスポーツです。バドミントンコートの大きさにテニスネットの高さに、パドルという道具なんですけど、卓球より一回り大きい道具で、こうやって打ち合うスポーツですね。で、ちょっと説明してもあれなんで、ちょっと動画の方で説明しながら見せたいと思います。こちらが、ピックルボールの実際、船水選手と自分とあと日本人の選手、練習しているところですね。見てちょっと分かると思うんですけど、結構ラリーが長く、続くので誰でもすぐにできるスポーツですね。船水選手ですね。はい、本当に、すぐですけどそういう、スポーツです。でピックルボールの特徴でした魅力なんですけど、誰でもすぐにラリーが続いて、他のテニスとかスポーツですとやっぱり半年ぐらい練習を続けてやっとできるようになるスポーツなんですけど、ピックルボールだと30分、やれば、うまい下手はありますけど誰でもすぐに、できちゃいます。でピックルボールの文化でもあるんですけど、いろんな人と交流をしながら老若男女いろんな人と、どんどん、試合を変えながらやるっていうスポーツなんで、なるべくパワーとか性別とかそういう差を減らしてみんな一緒にできるように作られているスポーツです。で運動程よく運動ができる昔テニスやってた高齢者の方でもあんまりスポーツやってない方でもすぐに楽しく、怪我のリスクなど少なく運動できるスポーツですね。はい、でちょっとアメリカの、成長についてちょっと、話したいと思いますけど、ご覧の通り、2020年から2022年にかけて、競技人口が、倍以上に、増えている、傾向があります。で、その理由はちょっと後で説明しますけど、この4830万人、これは、去年延べ、合計で、1回でもピックルボールをされた、競技人口と言われています。アメリカの7人か8人ぐらいに1人は1回は去年ピックルボールやったということなので、ランニングと自転車の次に3番目に多い、レクリエーションっていう、かなり、競技人口の多くなっているスポーツですね。でその急激に成長している、理由なんですけど、ビル・ゲイツさんみたいな投資家の方が、ピックルボールに気づいていましたり、セレブが発信、自分の SNS のアカウントを使って発信したり、コートを作ったりすることによって去年2022年がすごくピックルボールにとって大きい1年だったかなと思います。でこれはテニスのレジェンドがピックルボールにチャレンジしましょうというESPN というアメリカ全米に放送される、チャンネルなんですけど、そういうところでも取り上げられている影響で知名度ややってみたいという方が増えているかと思います。はいというところでアメリカに、メジャーリーグピックルボールとプロフェッショナルピックルボールアソシエーションというのがあります。メジャーリーグピックルボールは、他の、野球ですとメジャーリーグベースボールみたいにチームドラフトがあって各地にチームがありまして、団体戦を行うリーグですね。で PPA、こちらは単独の大会そういうシステムなんですけど、テニスでいうとウィンブルドンとか US オープンとかそういう大会が、プロフェッショナルピックルボールアソシエーションの方で行われています。でやっぱりメジャーリーグピックルボールに選ばれる選手っていうのはかなり限られているのでPPA とか、他のリーグもあるんですけどそこで勝ち抜いた選手が基本的に MLB に選ばれるという流れです。はいで今年の、メジャーリーグピックルボールの賞金なんですけど、5ミリオンUS ドル、これ一つのチームに行くわけではないんですけど、合計で、それぐらいあると、年々、上がっている、ことですね。はいで、今現在の日本の、状況なんですけど、自分が、10年前ぐらいに、日本にピックルボール持ってきたんですけど、その時はもう本当にゼロから、ちょっとずつ増やして、今数千人の競技人口がいる形なんですけど、ようやく、火がついて、この間は赤坂サカスなどで、イベントをさせていただきました。はいで最後に、船水選手について、お話ししたいと思いますけど、やっぱり他のスポーツでは、野球でしたら、大谷さんとかバスケ、NBA にチャレンジする日本人の選手がいることによって、日本での人気度や知名度、応援してくださる方がかなり多いのでピックルボールでも、同じような、アメリカにチャレンジして、勝つ選手がいたらいいなとずっと思ってました。でそこで、南さんと文水選手が、チャレンジすると言ってくださって、文水選手は他のソフトテニスでは非常に活躍している選手なので可能性は非常にあるし、体力とかそういうところはもう基礎はしっかりできているので、自分がサポートできるところはサポートしてやっぱりピックルボールは別のスポーツなんでちょっと覚えていったり直していくところはあるんですけどやっぱり、誰か成功するなら船水君みたいな全国レベルのスポーツ他のスポーツでやってる選手がいいなと思って、今回協力させていただきたいと思いました。できることは、サポートしようと思ってますので、思い切り応援してます。はい、米海さんも注意する形で少し僕の方からQ&A 含めてダニエルさんに質問していきたいと思います。まず米海さんのことをご存知の方とご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですが、日本初のプロソフトテニス選手、そしてこれまでなかったそうですよね。でせっかくですので、このソフトテニス界でのこれまでのキャリアについて少しお話しいただけますか。はい、初めましての人も多いと思います。まず改めて船水裕太と申します。今日はありがとうございます。でキャリアとしましては、ソフトテニス選手でずっとやってまして、で高校、大学、そして社会人、全てのタイトルを取って、で世界大会で優勝したり、国際大会のタイトルをたくさん取ったりしました。で2020年に、コロナのタイミングであったんですけども、これまでになかったソフトテニスのプロ選手として、ソフトテニスでも生きていける道を作るというところで、プロソフトテニス選手に挑戦したというところです。これが簡単なざっくりの経緯となります。世界チャンピオンっていうのは何年の大会の話なんですか。2015年の世界大会があって、2年に1回ワールドカップがあるんですけども、そこで日本代表として世界チャンピオンになりました。今初めてプロのソフトテニスプレーヤーになったと、かなり大きなチャレンジだと思いますし、前例もない中でなぜプロに転向しようと思ったんですか。そうですね、僕自身これまで全てのソフトテニスのタイトルをある程度取ってきて、で国際大会だったり、そういう世界大会というのが一番、大きなものだと思ってたので、そこに命をかけて挑戦してきたんですけども、そこを取った世界大会優勝した時に他のメディア他のスポーツであればもっと大きなメディア取り上げてもらったりという盛り上がるんですけども、その優勝した時になかなか盛り上がりなくて、この状況を変えなければというところで、子どもたちが夢を持てる競技にしなければいけないというところで、思い切って、世界一の実業団 NTT にいたんですけども、そこを辞めて独立して挑戦するという流れになりました。はい、なるほど今回の、本題ですけども、このピックルボールの、アメリカのメジャーリーグピックルボールという多分リーグを目指したいという挑戦の背景なんですが、ちょっと自分のことで大変申し訳ないですけど、もともと多分皆さんもご興味あると思うんですけども、僕がここ数年、ビジュアルグループずっと経営していく中で、新規事業、かなり海外でのリサーチを中心に日々行っている中で、アメリカで非常に、先ほどダニエルさんからも説明がありましたように、最も成長しているスポーツがこのピックルボールである、過去数年でやったことがないわけですよ。で現地の友達とやってみたりして、本当にこういう形でスポーツって新しいスポーツで広がっていくんだなと、なかなか自分の生きてるうちに新しいスポーツが生まれるってなかなか体験することがなかったんですが、まさにこの 3,4 年本当にこういう新しいスポーツ、ひょっとすると将来オリンピックスポーツになるスポーツってこういうふうに始まるんだなっていうのを感じました。で非常に面白い出来事があってですね、今から1年ほど前にですね、この MLP、 先ほどがあったメジャーリーグピックルボールのチームがエクスパンションしてチームを増やすという時に、たまたま一つのチームのフロリダにあるマイアミ、この WBC で優勝した時のマイアミなんですけども、マイアミのチームのヒットオーナーから一緒にオーナーにならないかっていうお誘いを受けて、あんまりこれ日本で言ってなかったんですけども、僕もオーナーの一人になったんですよね。これは新しい何かを知るには当事者になるのが一番重要だと思っていて、新しいムーブメントを起こしているものの中身に入って、なぜそれが伸びているのか、なぜそれが人気があるのかということを理解することが新規事業の本質だとずっと思ってやってきた。そういうような出来事がまずありました、1年ほど前に。その後古水さんと出会ってですね、このソフトテニスのお話を聞いて、今後どうされるのかなっていうのを本当に純粋に疑問だったので、今後どうしていくんですかっていう質問をさせていただいたんですよね。はい、古水さんとしてはそれ聞かれてどう思ったんですか。そうですね、本当にちょうど迷ってた時に古水さんに会ったので、どうなのかという時に、今後僕がもしソフトテニスの中だけでたくさんタイトルを2連覇3連覇した時に、ご自分の世界が変わるのか、この競技が世界が変わるのかって考えた時に、ちょっと先が見えなかったので、そういう不安な思いっていうところは正直ありましたね。はい、で本当に先ほども話をしたそのプロに転向するって、まあ、多分ここにいる皆さんも私もそのなんて言うんでしょうね、そのチャレンジっていうものの背景ってものは分からないと思うんですが、相当なるもんなんではないかなと、そのぐらいの覚悟があるんであれば、せっかく世界で、まあ、アメリカですけども、アメリカでこんなに急成長してる、日本では誰も知らないようなスポーツがあるんだったら非常に近しい要素が多いんではないかなと思ったので、気軽でしたよね。はい、そうですね。アメリカプロのピックルボール選手目指したらいいんじゃないかっていうのを多分僕の方から問いかけてみて、はい、まあね、最初は特に反応はなかったけども、そうですね、調べたんだよね。はい、いろいろ調べて協会に連絡をして一回やってみようということで、体験とかっていうことでいろいろやってみたときに、これはもしかしたらソフトテニスと近しい技術があっていけるんじゃないかということで、南さんに本場で一回勝負してみたいっていう連絡を一回入れました。はい、ね、本人から連絡、僕から連絡したわけではないので、本人から連絡が来て、先日終わり、まあ、ちょっと自分もそれを言ったことを、まあ、立ち話だったのであんまり覚えてなかったんですが連絡が LINE できてどうしたんだっていう話で、いや挑戦したいですっていう熱い思いを聞いて、ちょっと責任を感じたんですよね。自分が言い出しっぺだったので、はい、だからやるんだったら、まあ、まず本場の世界を見た方がいいんじゃないかっていうことで、昨年6月に僕はたまたまロサンゼルスに出張があったので、一緒についてこないかっていうことでお誘いして、いかがでしたか、そのロサンゼルスで行って実際プレーしてみて。そうですね、まあ、先ほど言ったように近しい技術があるので、向こうのトッププレーヤー、プロの選手とかも対戦してみて勝ったりしたので、非常にそこの力の手応えというのもすごく感じました。でまたその街中が本当にテニスコートたくさんあるんですけども、土日とかになるとテニスやってる人がいなくて、ほとんど全部専用のピックルボールコートに変えられてぐらい でその中でさらに待ってる人もすごい多くてっていう熱量を感じて、これはすごいなと、日本ではまだ流行ってないけどすごいなということで、これはもう人生かけて勝負するしかないというふうになって、今みたいな形になりましたね。はい、谷さん先ほどもなんかニューヨークのセントラルパークの写真がありましたけど、名物の多分あれはアイススケートリンクなのかな、冬あれが今もうピックルボールコートになってるぐらい人気があるんですよね。そうですね、セントラルパークでも やってますし、本当にアメリカ各地、多分どこの田舎の町に行っても絶対ピックルボールがあるような人気なスポーツになってきているんで、やっぱりそうですね、日本でも絶対そうなってほしいですよね。まあ、でも全然10年前は、ね、ご自身が挑戦した10年前テニスから転向してピックルボールにチャレンジして、そして全米チャンピオンになった時にはまだ全然人気がなかったんですよね。そうですね、10年前はアメリカでもほとんどの人が知らない状況で、まあ、たまにはもうあなたがそのスポーツを作ったんですかっていうツッコミがあるぐらいほとんど知らなかったんですけど、今になりますともう完全アメリカではピックルボール知らない人がいないぐらい知名度があるんで、はい、かなりこの10年で変わりましたね。特にCOVID-19 の、まあ、感染症の広がりによって非常に人気が広がったっていうふうに、まあ、多少自分なりに理解してるんですけども、それは実際どうだったんですか、アメリカでは。そうですね、大きな影響を与えたと思いますね。まあ何ですかね、まあ、他のレクリエーションのアクティビティができなかったり、旅行ができなかったりした影響で、まあ、ピックルを始める人も多かったんですけど、まあ、ちょうどその時に、まあ、リーグでしたりとか PPA、MLP でしたり、やっぱりセレブの方の発信の影響がその頃から始まったんで、全部同時にまあ、増やす原因がいろんなことが集まって今の状態になってるんじゃないかなと思います。船光さんとしてはどうでしょう、そのソフトテニスのアスリートとして、はい、実際ピックルボールに、まあ、初めてやってみてから、まあ、1年ぐらい経つんだと思うんですけども、はい、そのピックルボール自体の魅力っていうのはどういうふうに捉えてますか。はい、ピックルボールの魅力としては、まあ、先ほどダニエルさんの説明あったように、まあ、誰でもすぐにラリー型のスポーツを楽しめるということで、やっぱすぐ初めてやった人にテニスラケットやって大きい場所でラリーして楽しさを分かってもらって、すごい難しいんですけど、ピックルボールはすぐできてラリーの楽しさも分かるというところがまず非常にいいところかなというところで、ラケットスポーツの入り口としてはすごい入りやすいスポーツかなって思ったりしますね。実際でしたもんね、はい、ロサンゼルスに一緒に行った時に、はい、とある映画プロデューサーは自分家の庭に専用のピックルボールコートがあったりとか、さっきプライベートピックルボールコートっていう話がありましたけど、皆さんそのテニスコートのあれ4分の1ぐらいなんですか？そうですね、そうですね、まあ、テニスコートの大きさによるんですけど、まあ、テニスコート1面に、まあ、3、4面ぐらいは作れますね。なのでなんか庭に作ってる方々が結構いらっしゃって、あ、こういうふうに広がるんだなというのも見てて、実際自分もお伺いして面白かったと思いますけども、少し先ほどダニアさんからあったこの MLP、 古光さんが MLP の選手を目指す、メジャーリーグピックルボールの選手を目指すっていうお話がありましたけども、先ほどチーム数が、まあ、何チームから始まってこうやって増えてきたってありますが、具体的に、まあ、もう少し細かく言うとどういうようなリーグなんですか？そうですね、メジャーリーグピックルボールは、3年前ぐらいですかねに始まって、チーム数はかなり少なかったんですけど、徐々にエクスパンションして、今の24チームに、なっております。で、まあ、実際アメリカの他のスポーツと一緒でドラフト制なんですけど、ドラフトで、まあ、例えばマイアミが、1番に選ぶ権利を持って、選んだ選手がじゃあ今年はマイアミのチームに、入って、まあ、4人なんですけど、男子2人女子2人で、男子ダブルスでしたりミックスでしたり女子ダブルス、あとシングルスも、やるんですけど、まあ、他のチームと、団体戦を行って、だんだんこう勝ち抜いたチームが決勝トーナメントに進んでいくという。はい、これ毎年全チームが4人ドラフトするんですか？そうですね、今のところはそうなんですけど、今いろいろまだリーグがかなり新しい状態なんで、いろいろ変わりつつあるんですけど、今まではそういう形で。なるほど、はい、なるほど、なるほど。先ほどドラフトっていう話がありましたが、船水さんがこのメジャーリーグピックルボールの選手に、なると目指すって言った時に、どうやってなるのかなってまあ、単純に疑問に思ったんですけども、ドラフトってどういうようなドラフトなんですか？いつ行われるんですか？はい、毎年今行われてるんですけど、今1月に、今行われてるぐらいの時期なんですけど、そうですね、まあ、各チームに4人選手がいるんで、まあ、アメリカのトップの選手だったら、まあ、選ばれる可能性が高いということなので、まあ、フェニミズ君ともロードマップをどうやったら実際プロになれるのかっていうロードマップを一緒に考えているんですけど、まあ、いろんな地域に大会がありまして、そこでランキングを上げていって、まあ、ある程度のランキングまでいったら、まあ、MLP のドラフトに選ばれやすいという。はい、ことなんで、だから年がら年中全米中でいろんな大会が開催されていて、でそこに出場することによって、まあ、ポイントを稼いでランキングもされ、でそのポイントなのかランキングを基準に毎年、今のところは1月にその MLP のドラフトがあると、はい、まあ、そういうような形でよろしいですかね。そうですね、はい、勝てばランキングが上がりますし、負ければ下がってしまうんで、まあ、勝ち抜ければその MLP のドラフトに選ばれる可能性はいくらでもあると思います。とにかく大会に出て勝ちまくるしかないと。そうですね、練習、はい、まずは練習して、大会ですね、まずは練習しながら、まあ、大会も一部最初の頃は練習みたいなもんなのかもしれませんが、実際そのポイントを稼ぐ力がついたならば、まあ、どんどんその大会に出てポイントを稼いでいき、ランキングを上げていくっていうところですよね。そうですね。なるほど、なるほど。はい、で冬美さん、今回、まあ、一番のポイントは今回のこの挑戦、はい、ご自身このプロソフトテニス選手でもありながら、はい、日本人初のメジャーリーグピックルボールプレーヤーを目指すと、まあ、この挑戦にどのような思いを持ってらっしゃるんですか？はい、そうですね。これは今回の挑戦はソフトテニス選手としてだけじゃなくて、日本人のプロフェッショナルアスリートとしての大きな挑戦だと思うんで、日本人としてアメリカで活躍する、日本人として世界チャンピオンになるというところをただ純粋に無我夢中で目指していきたいと思ってます。そして日本人の子どもたちに僕が海外で活躍することによって希望とか勇気を与えたいなって思ってます。はい。まあいろんなスポーツがある中で本当に日本人が活躍することによって、特にこの1年間はその WBC を含めて、少し前ですとサッカーのワールドカップもあって、まあ、いろんな日本人選手の海外での活躍、世界大会での活躍が国に勇気を与えた、まあ、国民に勇気を与えたっていうのはもう本当にその通りだと思います。自信の方はいかがですか？いや、もう正直めちゃめちゃあるんで皆さんよろしくお願いします。今後の予定なんですけども、これ先ほどダニエルさんと一緒にこのロードマップを考えていくというところがありましたけども、このアメリカに向けてビタッチチャレンジを始めるタイミングって決まってるんですか？基本的に1月中には渡米する予定です。でそしたら1月の末に大会があって、その次からまた2週間後、1週間後というスパンでいろんな全米各地を飛び回るというスケジュールで今は予定を組んでおります。まあ、その間ガンガン練習して練習たくさんして大会に出ながらいろいろ休まずやっていく予定です。なんかダニエルさんとしてはその今後の予定に関してご自身どのように考えてるかっていうのはありますか？そうですね、まずアメリカに行って現地の様子を見て、いろんな選手と練習して、やっぱり日本ではまだまだレベルがアメリカほどいってないんで、やっぱりいろんな人と触れて、パートナーの方もそうですし、練習の方法とかも考えて、体作りもありますし、最初の頃は試合も大事なんですけども、練習でしっかり基礎を厳しいですねそうですね、プロはそういくらでも可能性あると思うんですけど、やっぱり、甘くないんで、ピックルならではのプレースタイルでしたりとか作戦とか、体作りとかいろいろあると思うんで、最初の方はもうそれに集中していただいて、後半ぐらいからもうしっかり大会の方がメインになってくるとは思うんですけど、そういった一応流れは、考えております。なるほど、はい。ふと思ったんですけど、船光さん英語を話せるんですか？英語は今勉強してます。全く喋れなかったんですけども、今1日3時間5時間やってます。はい、やってます。何か特にこのサービスを使ってるとか自分の英語力を磨くためにやってることとかって今参考になると思うので。本当ですか。今プログリッドのサポートというかプログラムを自分でやっていて、もう1日3時間から5時間いろんなプログラムをやってます。はい。ビジュアルグループとしても今回この船光さんのこの挑戦を応援しようと思った背景に関しては先ほど冒頭でお話しさせていただきましたが、こういうメディア発信もとてもプロとして大事だと思うんですよね。特に船光さんの思いとしては、ご自身がピックルボールという競技で世界一を目指す、でこのサポートするダニエルさんの思いとしては、このアメリカで急成長するこのピックルボールをこの日本で広げたいという思い、この2つの思いをサポートしていきたい。そのためにはこの活動というものをもうメディアを通じて発信していくこともそうですし、いろんなロジスティックスですとか我々が持っているその日本のみならずそのアメリカ海外でのそのパイプネットワークというものを通じてですねサポートをしていきたいと、こういうふうに思っております。はい、では船口さん最後にぜひメディアの皆さんの前にですねもう一度意気込みをお願いできますでしょうか？はい、僕は今今日決意表明あったように日本人で初めてのメジャーリーグピックルボールプレーヤーとなって世界チャンピオンを目指したいと思います。そして日本の子どもたち、日本のプロフェッショナルアスリートとして世界で活躍して日本にいいニュースを届けたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に途中でもお話をしたこのピックルボールというスポーツがもし日本で流行ったならば、もし将来的にオリンピックスポーツになったならば、多分この場に集まってくださった皆さんがその産声を上げて、その新しいスポーツが産声を上げた瞬間っていうものを多分ご一緒してるんだと思うんですよね。こういうような挑戦を通じて、これピックルボールのみならずさまざまな子ども、若者、そしていろんな方々がですね、勇気をもらい挑戦できるような世の中を作っていきたいと3人とも思ってると思いますので、今後ともよろしくお願いします。ムガさんか南さんがご存知かなと思うんですけども、メジャーリーグピックルのすごい俗っぽい質問で恐縮なんですけど、最高の年俸だったりとかチームの予算規模だったりとか、今現段階でどれくらいかっていうことをご存知だったら教えていただけますか？だいぶ変わってってるんですよね。僕去年のニュースで見たのは、初めてのミリオンダラープレイヤーって生まれたみたいなものは見たんですが、その後実はですね、この半年ぐらいで大きなこれアメリカらしいんですけども、アメリカっぽいんですけども、このメジャーリーグピックルボールとこの先ほどあったプロピックルボールアソシエーション合併をお互いが合併をしてさらに巨大になろうとしていると。でその発端になったのがMLP の方が自分の独自のリーグにこのトップ選手を独占的に契約を結び始めた。でこれも先ほど額は正確には出てないんですけども、この1億円以上の金額、ミリオンダラー以上の金額で年間契約でどんどん締結してきたっていうのが10月11月ぐらいから出てきているので、ちょっと正確にはですね、この新しいシーズンもまだこの合併後初めてなので、今どういうふうにやっていこうのかっていうのを、まさにアメリカで今話題になっているところで、実はこれって NBA とか NFL も昔は2リーグあったんですよね。これが合併してプロスポーツとして大きく成長したっていう実は背景があって、MLB はそんなことはないんですけど、MLB も実はアメリカンリーグとナショナルリーグで違うリーグだったのを一つにしてメジャーリーグベースボールになったので、これがアメリカのプロスポーツの歴史なのかなと。でエクスパンションも素晴らしくお金が集まっていて、レブロン・ジェームズですとか NBA の NFL のトップクォーターバックだったトム・ブレイディですとか、これググってもらえば出てくるので、ありとあらゆる芸能界からアスリート、僕のちなみにマイアミのチームは大坂なおみさんが実は他にもオーナーに名を連ねてたり、チーフスのパトリック・マホームズとかもいるんですけども、そういう方々が各チームの顔となってなんていうんでしょう、 PR をしているっていうところが大きな特徴かなと。なのでちょっと直接的に答えはできてないんですが、多分あっちも今考えているところだと思います、新しいリーグの開幕に向けて。はい、南社長の今のお話の関連で、アメリカではなぜそういうプロのスポーツ選手だったり投資家たちがピックルボールに出資をとして出資先として選んでいるのかっていうところ、南社長も当事者ではありますけれども、はい、近年の流れっていうのはどういうふうに見ていらっしゃるんでしょうか？その投資が集まるものって非常に分かりやすいと思うんですよね。先ほどの競技人口の増え方とか、実際多分ダニエルさんも言ってるように街中どこ行ってもやっているっていうところがあり、でプロリーグが生まれでどんどんチームも増えていってる、でどんどん全国放送もされていく、そういうようなこの流れっていうものは、今後拡大するしかないよねと、これはIT だろうが他の業界でも同じだと思うんですけども、この成長する要素っていうものが副次的に絡んでくると会社なのか事業なのか産業っていうものは伸びる、これはもう僕からするともう一目瞭然だった。でただこれは上場企業でもないので仲間に入れてくださいって言っても入れてくれるわけではなく、たまたまアメリカのスポーツ界の中でいろいろ動きをする中で、こういう船水さんが日本人初の MLP の選手を目指しているように、昨年ニューヨーク・ヤンキースの件があって、日本人があまりいないんですよね、アメリカのプロスポーツ界の中で。そういう意味では自分にもそういうお声がかかったっていう非常に貴重な経験ではありました。ただもう本当に投資としてはもう何も考えずにはいやりますといったところだったので、それはもう本当に成長している業界に張ってるっていうところだと思います。りがとうございます。あと船見選手にお伺いしたいんですけども、アメリカに行かれるということですが、拠点はどちらにするんですか？ロサンゼルスですか？拠点は今のところフロリダにお父さんスコットお父さんがいるんですけども、彼もシニアの世界チャンピオンで連携を取りながら、コーチングを受けるつもりなので、ベースはそこフロリダになるかなと思います。ソフトテニスの二刀流ということですけど、ソフトテニスの大会にも出ていかれる予定なんですか？そうですね、もちろんそちらにも出る予定で、非常に技術が似通っているので、どちらでもソフトテニス、このピックルボールでやることによってソフトテニスの技術が向上すると信じているので、どちらも活動する予定です。特にソフトテニスとの共通点というか、自分の強みが生きそうだというふうに感じていることはどこですか？はい、ソフトテニスの近年の、トップレベルの試合というのはラリーではなく、もう近距離でボレーボレーで戦う試合が多いんですけれども、ピックルボールはまさに相手との距離感も近くて、ボレーボレーが本当に勝負の鍵を握るというところで、僕自身もそのボレーボレーが非常に得意なので、そこがピックルボールで一番の自分の長所になるかなと思っています。谷さんがコーチという形で帯同されるということでしょうか？そうですね。一応日本にいる間はサポート、させていただいてまして、アメリカの方のサポートはうちのお父さんのさっきおっしゃった通りシニアの全米チャンピオンの現役の選手なんで、で日本語ももちろん話せますし、コーチというか、マネージャーみたいな感じで、パートナーの探してあげるとか、どうやって練習したらいいとか、練習する場所のサポートでしたり、いろいろサポートをうちのお父さんがアメリカ側で、する予定です。ありがとうございます。アメリカに、行って実際にプレーも1回されたということですけども、その流行の具合というか、実際にアメリカの盛り上がりを見て一番印象に残っていることってどんなところですか？はい、質問ありがとうございます。本当に週末に僕テニスコート人あふれ返ってくるぐらいいるんですよね。で先ほど言ったように1コートに4コートピックルボールはテニスコート1コートに4コート作るんですけども、それでも人が有り余ってみんな待っている状況っていうのを見て、本当にすごい流行ってるなと思いまして、逆に2人テニスはシングルスがメインなんで2人でやっているコートの方がなんか浮いてるというか、それぐらいピックルボールの選手やってる人が多いというところを見て、もうすごい熱狂してるなというところを感じました。はい、あと実際にプレーもされて、あとはアメリカでもプレーされているところをご覧にもなったと思うんですけど、はい、これから日本人の興味を持った人、どういうところに注目してピックルボールを見たり楽しんだらいいかなって思われてますか？はい、ピックルボールは本当にテニスより他のラケットスポーツ型よりもすごいラリーが続くので、陣形が変わったり展開が変わったり、今度このプレースピードが変わったりっていうラリーの中の駆け引きみたいなところを見てもらえればすごい面白いかなと思います。本当に1球2球で終わるということはなくて、10球続いた中でバランスを崩したり時間を奪ったりっていうのが目まぐるしくあるので、そこを注目してもらえると面白いかなと思います。ありがとうございます。あと南社長にも1点伺いたいんですけれども、今回この挑戦をサポートされるということで、具体的に今後どういう具体的なサポート支援ってどういうものになっていくのかっていうのは、今現状決まっているものってあるんでしょうか？先ほど申し上げた、本日もそうですけども、やはり挑戦するだけではダメで、やはり熱狂させなきゃいけないと。もちろんコートで結果を出す、ただそれを伝えていくっていうこともプロとしてすごい大事だと思ってますので、そのあたりのメディア発信ですとか、人に伝えていくっていう部分はサポートしていきたい。で今回ダニエルさんですとかアメリカのスコットさんとの連携しながら、どういうふうにしたらMLP の選手になれるのかっていう戦略的なところですとか、ロジスティックスなところとか、いろんなバックヤードを弊社ビジュアルグループでサポートしていきたいと、こういうふうに思っております。ありがとうございます。お話を伺ってソフトテニスは日本においては、特に中学生とか無競技者も多いと思うんですけども、なかなかそうした状況がビジネスとかプロの活動につながりにくいっていうふうにちょっと理解しましたけれども、そのピックルボールがソフトテニスと比較してビジネスとしての可能性を感じる部分っていうのはあるとしたら、両方を比較してどこが違うというふうに感じられますか？はい、質問ありがとうございます。本当に一番違うのは誰でもすぐ取り掛かりやすいというところかなと思います。やっぱりテニスやろうというとちょっと気が重いたいなという感じなんですけど、実際にこう見てもらったりする機会増えるとピックルボールやろうってなるともっともっとこう気軽にカジュアルにできるところだと思うんで、まあ、中学校のこう、まあ、クラブ化とかも始まりますし、いろんなスポーツが選ばれていく中で、まあ、ラケットスポーツとして、まあ、なんか本当奪い合うわけじゃなくて、ラケットスポーツの入り口としてピックルボールがまず初めに初心者のとか初めの人が取り組む一つのスポーツになるんじゃないかなというところで、まあ、結果的にやる人もすごい増えるよねっていう流れが一番僕の見えてる中では大きなところかなと思います。非常に特徴的だったのは、ね、アメリカに一緒に見に行きまして、この高齢者の参加が非常に多いんですよね。先ほどダニエルさんのプレゼンテーションもありましたけど、非常にその子どもからある意味老人までお互いが交流しながらプレーしているっていうのが、そのさまざまなコートで見受けられたのが僕は特徴的で、なかなか他のスポーツで青年が老人とか子どもと老人とやってるのって見受けないと思うんですよね。でもなんかそこが女性も混じってたりするので、非常にその交流スポーツとして良いんじゃないのかなと。ただまあもちろんスポーツとして今後ビジネスっていう意味では、このプロリーグがどこまでその世界中で普及していくのかで、ご存知だと思うんですけども、そのプロスポーツリーグの大きな収入源っていうのは放映権ですので、この放映権につながるのかどうかっていうのが、ある意味リーグとしての成功につながるかどうかっていうのが、まあ、世界のプロスポーツ事情じゃないかなとは思います。水さんにもう一つだけ先ほどのお話と重なるかもしれませんけども、ソフトテニスのプレイヤーならではのその技術を生かせる部分っていうのは、はい、どこにありますか？はい、ソフトテニスで生かせるところはやっぱボレーとかノーバウンドのやりが非常に強みだなというところで、ソフトテニスの選手はなんですかね、公式の選手と違ってこう体のさばきではなく、こう全部同じ面でさばくっていうのが、まあソフトテニスのボレーボールの特徴なんですけども、これが非常に公式のテニス選手ピックルボールは今のピックルボールと比べて非常に僕の反応スピードが速いので、まあ、そこが自分のノーバンでのボレーの処理が僕の一番の長所かなと思ってます。はい、何年それいかがですか？ちょっとコーチとしてまあ、何回も船水君と一緒に練習、してるんですけど、やっぱり自分も元ソフトテニス選手とあんまりピックルボールをしたことがなかったんで、やっぱりアメリカはほとんど公式テニス上がりなんですけど、ソフトテニス上がりの、まあ、魅力もありまして、やっぱり公式テニス選手として読みにくいところでしたりとか、やっぱり反射神経の速さでしたり、ちょっとストロークの打ち方が違ったりするんで、やっぱりまあ、慣れないというか、いつものピックルボールとはちょっと違うので、まあ、ちょっと直すところもあるんですけど、やっぱりそのままいい癖というか、まあ、強みももちろんあるんで、それをしっかり、まあ、生かしていってほしいなと思います。ソフトテニスって日本発祥のスポーツなんですよね。はい、僕も古見さんに会う前まで知らなかったんですが、我々は多分当たり前のように中学校で軟式テニス部っていうのがあったと思うんですが、実は日本中心にアジアでしかやられてないと。まあ他でもやってるのかな、世界的にやってますけど、日本がいつも強いんですよね。日本発祥なので、だから柔道とか、まあ、そういうのに近いのかなとは思っていて、だからすごい日本このソフトテニス特有の技術っていろいろと活用できるんだなっていうのは、アメリカでプレーしてる姿を見て感じた部分でしたね。他の方々の反応も。はい。これは南社長にお伺いするのがいいのか、ムアさんにお伺いするのがいいのかなんですけど、MLP のシーズン中っていうのは、その所属選手は他のその大会にも出ることができるんでしょうか。そうですね。まあ、いろいろ変わりつつあるんですけど、まあ、合併して、おそらくその契約上、MLP の試合に何回出て PPA の試合に何回出るっていう契約を結んでいるはずなんで、今まではまあ PPA の契約選手か MLP の契約選手だったんですけど、それがまあ、同じ組織になると、まあ、合計何回試合に出てくださいとか、まあ、それぞれ契約があると思うんですけど、まあ、そういった形になると思います。これまではでも大きな制限がなかったっていう理解なんですけども、要はお互いクロスできたっていうのがもう本当にこの合併によって果たしてどうなるんだろうっていうのがなかなか難しくなっていて、で今まさにそのゴルフの世界、ね、ゴルフの世界だとリブゴルフと PGA どうするねん問題っていうのがあると思うんですが、まさにあれのもう少し縮小版だと思っていて、分かりやすいトップ2のリーグがこれ合併した後、そのプロスポーツ選手が今ダニエルさんが言ったように、まあ、MLP のリーグはまあ多分出るで PPA に関しては最低何大会出るっていうフォーマットになるんじゃないかっていうふうには言われてるんですけども、本当にこの数ヶ月で劇的に変わってるぐらい今動きがある世界です。すみません、 もしくは同時に一緒にやるというパターンもありまして、団体戦チームの MLP の団体戦をやった後に PPA の普通のテニスの大会みたいなトーナメント戦をやるということも考えてるみたいなんで、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、はい、ずっとフネム選手が今年、まあ、アメリカの方に大会に参加して、まあ、メジャーの所属選手と試合することっていうのもあり得る。最初は多分もう少し下部のツアーもまあありますので、他のまあテニスもゴルフもそうだと思うんですけども、まずはその下部ツアーの大会に出る方が無難なんじゃないかなっていうのはコーチ陣が言ってますので、そこには MLP の選手は出てないと思うので、ただ先ほど申し上げた大きくもう今変化中のまあスポーツですので、何が正解半年後何が正解なのかがもはやわからないっていう中で、とにかくまあ技術を磨いて、まあ実践を積んで、で試合を積み重ねることがまあ唯一の道かなとは今チームでは思っているところです。はい、わかりました。あと船光選手にお伺いしたいんですけど、逆にピックルボールをやることでソフトテニスに生かせることであるとか、まあ、もしくはソフトテニス界になんか還元できることっていうのはどういうことだろうってお考えなのかをお聞かせください。ピックルボール自体もそのボレー対ボレーの距離がテニスより近いのでより速いということで、それをやることによってソフトテニスでももっともっと人より速く動けるようになるというところと、あとはそのラリーが続くので相手をいかにバランスを崩すかっていう戦術面もかなりソフトテニスでも、まあ、ソフトテニスでも使えるところなので、まあ、そこがまあ一番やることによってどちら両方によっても成長していくところかなと思います。あともう一つ何でしたっけ。でまあ、向こうに参戦することで、まあ、ソフトテニス界の方になんか還元できることっていうのはどういうことを考えていらっしゃるのか。そうですね、もうまた、まあ、入り口が広いっていうことを言いましたけども、たくさんソフトテニスだけじゃなくて、ピックルボール取り組んでいく人も増えていけばいいだろうし、まあピックルボールやることによって、まあ、ソフトテニスだったりラケットスポーツに流れていくっていう人も増えていくので、ラケットスポーツ自体がこう盛り上がっていく原因になっていくんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。南さんにご質問させていただきたいんですけれども、私たちの役目としてそのメディア発信されたものを私たちがメディアとしてこう日本にこれから発信していくという形になると思うんですけれども、皆さんも実際にこうアメリカのチームに投資されていて、で日本はこれからピックルボールどうなっていきそうだなというのを個人の意見でいいのでぜひお伺いできればなと思います。10年かかると思います。流行るのに。はい、ただ本質的にそのスポーツとしてまず参加型スポーツとして楽しいのかどうかっていうことを、まあ、そのダニエルさんもその役を買ってると思うんですけども、きっちりそのパーティシペーションスポーツ参加型のスポーツとしてどう日本で普及していくのかっていうのは本当に一つ見どころなんではないかなと。でこれが実際その日本でプロになるのかとかっていうのはまたその先の話だと思っていて、まずはその参加型のスポーツとして普及が広がっていくことが重要で、10年後にまあ本当にこれがアメリカのみならずヨーロッパアジアいろんなところで広がったならば、このある意味オリンピックに挑戦できるかどうかオリンピック競技になれるかどうかっていうのはなんかすごい僕個人としては楽しみにしてるんですよね。なかなか先ほど申し上げたその新しいスポーツが産声を上げてそれが世界的に広がっていくっていうものは自分の人生の中でもなかなか見たことがないので、そういう意味ではすごいそこがひょっとするとそのエクストリームスポーツみたいな形でいつかこの国からいろんな国からピックルボールのオリンピック選手とかが生まれたらすごいこれに応援してこのプロジェクトに応援できてよかったなと思えるんじゃないかなと個人的に思っております。ありがとうございます。